ポレスワフ3世の息子たちによるポーランドの分割相続。長子領、ビエルコポルスカ東部、マオポルスカ、クヤビ西部、ウェンチツ地方を呼び、シェラツ地方からなる、シロンスク領、ブアディスワフ2世の分領マゾフシェ領、ボレスワフ4世の分領ビエルコポルスカ領、ミエシュコ3世の分領サンドミエシュ領、ヘンリクの分領、ウェンチツ地方、 ボレスワフ三世の未亡人サロメアの家不良で、その死と同時に、長子領に戻される。ポモジェ、長子領の支配者の報道ボレスワフ三世、極唇口の遺言状は、ポーランド大公ボレスワフ三世が、死に際し、息子たちによる、ポーランド王国の統治に関して定めた、政治的な法令。この遺言によって、ボレスワフ三世は、 自分の相続人たちが互いに争わず、ピアスト家の諸行による王国の統合状態が永続する体制の確立を試みていた。しかし、結局ボレスワフ三世の目論みは失敗に終わり、彼の死後間もなく後継者たちは互いに争いを始め、200年に渡るポーランドの分裂時代が幕を開けた。ボレスワフ三世は1115年から1118年の間に、 この遺言状を交付し、領土の分割相続は1138年の彼の死と同時に実行に移されたとされる。ボレースワフ3世は、ポーランド王国を5つの広告に分割した。カジミエシュ2世は、どの地域も割り当てられなかった。これは、カジミエシュ2世が、父の死後に生まれたか、将来は、聖職者となることが予定されていたためだと考えられる。 年長者相続の原則が導入され、常に王家の最長老が王国の最高権威者であり、分割の禁じられた長子領の統治者と定められた。この長子領は、ポーランドの真ん中を南北に走る広大な領域で、クラクフを首都としていた。長子の特権には、ポモジェオホードとして、同地域の主権者となることも含まれていた。 調子は、また国境を防衛する役目をも担い、他の諸公の領地から軍隊を招集して刺激し、外交を行い、聖職者を監督し、通貨を鋳造する権限を有した。調子による、統治体制は、ブワディスワフ2世が権力を自らに、集中させようとして、弟たちと対立したために、すぐに崩壊した。ブワディスワフ2世の中央集権志向は最初は、 成功を収めたが、やがて反乱を起こした弟たちに敗れ、彼の息子たちは神聖ローマ帝国の援助で何とか、シロンスクを確保したものの、少子量を喪失した。これは、以後200年近く続くポーランドの分裂時代の始まりとなり、この状態は1241年のレグニツァの戦いによって、さらに悪化することになる。1320年、ブワディスワフ一世が、 ポーランド王国の国王として体感したとき、すでに、ポモジェとシロンスクの大部分は、ポーランドの影響下にある地域から外れており、ブワディスワフ一世の王国は200年前に比べれば、かなり縮小されたものだった。ありがとうございます。